初めて豊田君の DMC に絡んだんですよね、多分。そうだね。あ、マジで？じゃあもう本当に出てください、出てくださいっつってさ。いや本当、日本で噂になってた眠れる獅子がついに。いやいやいや、うん、まあ、だから去年のニュートリック良かったっすよね、うん、俺それジャッジしてたんですけど、うん、あやっとこの人、うん、日の目浴びるみたいな、うんうん、まずダントツでしたから。いや本当ありがたいです。噂でしか、もういろんなスクラッチ DMC のバトルの人たちもみんな、うん、もう噂でなんか名古屋にヤバいやついるらしいみたいな。うん、でやっぱ優勝したからね、大したもんだよね、本当。ダントツでしたよ。おうおう、ダントツダントツ、まあ、あのきっかけをくれたのは、まあ、陽介さんなんで。あ、いや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 、うん、あのプロゴルファーで言ったら尾崎正史みたいなね。あの無冠の帝王ってね。あ、僕はゴルフ好きの人は反応してください。はい、ジャンボの流れの話ですか。あ、ジャンボだよ、ジャンボ。尾崎正史、ジャンボね、うん、無冠の帝王って。まあ、ちなみに、うん、そのちょっとまた話それちゃうんですけど。あ、いいよ。去年、覚悟して俺、うん、ありがとうございます、うん、DMC 撮らしてもらったじゃないですか、うん、そのあれ、ジャパンファイナル。あ、ちょっとこう言ってなかった、ごめん。2014年の去年の DMC のジャパンのチャンピオンです。よろしくお願いします。ごめん、ちょっとなんか有名すぎて言うのを忘れてました。暫定、今年のジャパンファイナルのチャンピオンが決まるまで私がチャンピオンです。間違いない、うん、まあ、そのチャンピオンの時に作ったスクラッチルーティンがあるんですけど、昨日もその最初のショーでちょっとやったスクラッチルーティンがあるんですけど、うん、あれができたきっかけは東洋薬君やったりするんですよ。東田君と SKC の会長と青木っていう DJ の子が3人で俺んち遊びに来てくれて、うん、でチョコくれたな、それで。もうちょこっとだけ、うん、で血糖値上げつつ、まあなんか作られて見ていなきゃいけないだろうし、ん、その家来て、その俺が知らんスクラッチをいっぱい見せてくれたんですよ。でもこの人マジうめえなみたいな、うん、でそこでいろいろ覚えたスクラッチを、初めてのパターンで、結構ルーティン作るときって形から作るんですよ俺、うん、そのサビを構成っていうか、サビを作ったりとか、うん、初めてその中のフリースタイルの部分みたいなとこをただピュンピュン鳴らしたいから作って教えてもらった、うん、それを軸に作ってったっていう。豊田君が遊びに来て一番最初に1ヶ月後ぐらいのルーティンができてきて、あ、これいけるいけるみたいな感じで、うん、ジャパンファイナルに向かってたんですけど。マジで？すげえいいきっかけだったんですよ。じゃあ、その優勝の何パーセントは豊田くんの要素もあるっていうこと？まあ、ちょこっとっすけどね。失礼しました。まあ、そういうちょっときっかけをくれた、うん、俺の中ではなんかスクラッチマイスターっすね。おお、素晴らしい。いやいや、うん、とんでもないです。で、まあ、ジフロックさんも、ジフロックさんは名古屋フォト、多分ほとんど初めてぐらいの勢いで。あ、そうなんですか。来てもらって何年か前に行ったけど、もう年だから忘れましたみたいなことで、まあ来たかもしれない、まあとにかく久しぶりだったというふうで、でジフさんもすごいかっこよかった。で、サプライズだったの、あれサプライズで、ジフさん対トヨタ君みたいな感じで、うんうんうん、スクラッチが入ってね、はい、っていうのも。あれはサプライズだったんですか。あれはサプライズでしたね。僕に今日やらないのか、うん、プレイしないのかみたいな話を、まあ、ジフさんに聞かれて、うん、あ、すみません、僕今日ジャッジだけなんですよ、うんうん、いや、まあ、でもどうせ来たんだからやればいいじゃん。そう、やればいいじゃん。僕の時間50分あるから、うん、その間、じゃあこの曲なんかちょっと打ち合わせしようよ。おお、うん、あ、そういう話をもらったんですよ。あ、今日それ打ち合わせしてた時に俺が入って、俺邪魔したから。ああ、そうだ、そうです。なんか、うん、もうこの、なんか、セラと、うん、スクラッチライブの、このプラスマイナスは何なんだろう、これ言っちゃっていいのかな。そう、あ、そういうことね。まあ、そういう話を、うん、の、なんか、うん、まあ、そういう話がちょっとしてたところなんです。うんうんうん、そう、サプライズで、その、ジフロックの、DJ の時に、まあ、トヨタスタイルが入って、で、まあ、それも大いに観客を沸かせたと。いや、もう5000人の観客がもう、みんなもう、プチャレンダーね、うん、いう感じ、はい、はい、ありがたかったです。お疲れ様でございます。その5000人の中に混じって、俺も、うん、今日行こうかなと思ったんですよ、最前列で見て。俺行こうかなと思ったら、サクッと、あぶね、行かんでよかったみたいな。俺もなんか行って、あそこ左タンク余ってると思って。そういうオープンスペースを見つけると思う。でも、すかさず終わるっていう、あぶね、あぶね、みたいな。はい、いや、よかったっす。いう感じでしたね。はい。で、まあ、昨日ですね、昨日はインフィニティっていうその DMC ジャパンの東海大会とインフィニティっていう、名古屋の新栄クラブラバーズで、人気のパーティーと、コラボレーションした。で、エントランスがあって、そこを抜けると正面にバーンと絵が飾ってあって、それは、インフィニティのために、稲賀
絵を描いたっていうところで、すごいかっこいい絵だった。で、これね、はい、アートはいいねちょっと、これサンプルこれはい、うん、これ、去年もそうだし、2008年ですね、2009年もそうだし、かっこいい絵を、DMC のために描いてくれるイナも、ジャッジで参加したというところですけど、それちなみにさ、うん、そのイナ的にはどうやったの？俺らは DJ 的な感覚で見てさ、イナはその基本そのアートワーク、うん、その芸術家としてさ見て、そのジャッジ、まあ、DJ もしてるけどさ、うん、そのイナ的に見た昨日の感じはどうやった？いや、 やっぱりすごいエキサイティングな日だったと思う。本当に新しい人が出てきたから、うん、それってやっぱりその僕はその結局最後は、うん、DVD の顔になって、うん、で、あの絵のあの年は、うん、あいつが出てきたよねみたいな風にやっぱ言われる風になってくるし、僕もそういう風にその若い時そう思って、うん、あのジャケットはあの、うん、あの人が優勝したし、リンクするっていうね。それなんか波乱が起きるとやっぱり僕としてもなんかその思い出にも残るから、うん、いいなとは思ったですね。まあ確かにそのあの年はあれとか絶対あるよな。ある。何年、あの年ねとか、うん、分かる。その俺らもそういうふうに覚えたりしてるわ。最近まあ赤と青と白と黒で描いてるから、うん、まあ、覚えづらいは覚えづらいんだけど、まあ、うん、個人的にはやっぱりすごい毎回チャレンジしてて、うん、まあ、年が経てば経つほどもう苦しすぎてもう発狂して描いてるから、うん、芸術家っぽいな。いやいや、今回もこれまああれだったらカットしていいんですけど、うん、あの今までカットしないよ、サイコ TV は、うん、あの怒られないですか DMC？大丈夫ですか、ね、あの今までこれ、うん、僕が描いてきたモチーフは一切使っちゃダメっていう制限があった、うん、ああまあね、あ、はいはいはい、いいっすよいいっすよ、実は、うん、なんで今まで僕一度も使ったことがない DMC で絵を描いたというか、うん、そのモチーフ、すべてのモチーフが、うん、で完全描き下ろしってやつでしょ、要は。まあ今までも全部描き下ろしてるんですけど、うん、やっぱ好きな図形だったり、うん、好きな構成だったり、好きな絵、あのなんかモチーフってのあって、それを今まで全部それを封印されたっていうので、うん、ちょっと寝込んで、うん、寝込んだんだ、うん、そういうのあるのよな、うん、まあね、なるほど、芸術家ならではの、ね、な頑張ればアイデアが出てくるって もんじゃないと思うからね、まあ、うん、もう分かんないけどさ、まあ、俺もルーティーンできんくて寝込むじゃないですか、そのザラにありますからね、ルーティーンできんなみたいな、だらけるよ、ね、できるときはパッとできたりとか、うん、なるほどね。俺はあの DJ の機材が動かないんですけどっていう質問が来すぎて寝込むことあります、ね、またかみたいな、またか、ね、はい。